普段お酒飲むと基本的にすごく楽しくなるタイプです。すごく楽しくなって楽しくなるちょっとのこうなんだろう30分ぐらい楽しくなったらあとはなんか眠たくなっちゃうタイプで、やっぱどうしてもその表に立つ仕事をしている分メディアの前とかでは意識してなくても多分繕ってしまう部分ってあると思うんですけど、でもやっぱ友達とお酒を飲んでいる瞬間っていうのはそれが全くない、こうよく見られたいとか一切ない状態なんで、なんかその瞬間が一番いい顔してるのかなとは思います。いい友達とかいい仲間と今日良かったなって思える日になんか飲むのがやっぱ一番幸せなお酒だなって、今日飲んじゃうかみたいなっていう風に思うことが多いですかね。やっぱどうしても撮影が立て込んでると、まあもうこう自分のコンディション的に今日やめとこうかなとかっていうのはあるんですけど、それでも本当に楽しかった日とかやりきった日っていうのは一杯ちょっと飲むかみたいな気持ちになります。そうですね、あとやっぱりこう久しぶりに会う友達とそのご飯を食べるつもりで最初は飲んでなかったけど、なんか話してくにつれてちょっとお酒飲みたくなってきたなみたいな気分になることはよくあります。僕自身は結構現場のスタッフさんとふざけてワイワイ喋ってる時間が好きだったりします。もちろん共演者の方もそうですけど、なんか一緒に物作ってるんだけどなんかたわいもない話ができる瞬間っていうのが好きだなと思います。友達と過ごす時に多いのは、まあ、やっぱりご飯で喋ることの方が多いかな。比較的こうハイペースで会う友達もいるんですけど、どうしてもやっぱりお互いが忙しかったりするとちょっとこう会わない時期にいろんなことがあるじゃないですか。そうすると、みんなで話しながら飲んだり食べたりするのが多いですかね。こうお酒が進んできて気持ちよくなってきて、めちゃくちゃ友達を褒めるらしくて、誰々のことめっちゃ好きだからってみんなに言い回ってるらしいんですけど、逆の立場だったらなんかめんどくさいなとは思います。まあ本当に思ってること普段口にできないから、お酒飲んで気分が良くなってるからこう口に出せるのかなとは思ってます。まあそうですね、20歳の時にやりたいこと、でもやっぱどうしても今の僕の人生において仕事っていう面がすごくこうプライオリティが高いんで、なんか今まで通りその仕事に対しての向き合い方を変えてみたりとか、あとやっぱりもっとこうフットワーク軽く、やっぱ30歳かってなるんですよ。今まで挑戦してこなかったこと、僕は本当に15からこの仕事始めてこの仕事しかしてこなかったから、違うところにも目を向けて、インプットの時間を多くしたいし、なんかこう今まで俳優ってこういうものだよねっていう概念みたいなのがあるんですけど、そこの概念よりもなんか自分がしたいことを貪欲に、自分の人生一度きりだし楽しみたいなっていう気持ちが多いですし、まあその延長線上で、まあ仲間と、なんかもちろんご飯屋さんとかで飲むのもいいですけど、こう久しぶりに会った仲間たくさん大人数で集まって、まあ今の時期だったらバーベキューしたりとか、あとはなんだろうな、海行ったりとか、なんかそういうこう普段やれなかったことも20代のうちにやりたいなっていう気持ちはあります。